地上波では毎日のように統一教会の話をやっていますけども、統一教会といえばこの日韓海底トンネルの話は外せません。ところが地上波ではこの話っていうのは全くやらないんですよね。で、今から3年前なんですけども、今の統一教会の問題が出る前にたまたま関西地方で放映されたこの日韓海底トンネルのテレビがありましたので、それをね、こうキャプチャーを取ってご紹介したいと思います。はい、これまでに100億円以上費やしたというこの日韓海底トンネルなんですけども、これはこの当時のね、ハイウェイ財団、このね、国際ハイウェイ財団ってのは問題なんですけども、まあ、この元所長に聞いてみたと。で、ディレクターがね、絶対に通すというふうに聞きましたら、それはそうじゃんけやらないですよと。それは当たり前ですよね。国際ハイウェイ財団の元所長ですから、当然そういうことを言います。で、日韓トンネル構想を街で聞いてみたということで、予算どっちが持つのっていう話もあるし、と。で、この女性たちね、安く行けるならいいねって、行きやすくなるならねって、まあ、この彼女たちはこれはまあ何にも考えてないでしょうね。いいかなって思うと。当然政治的なことは何にも考えていないということでしょう。ただね、こういう賢明な、ね、女性が10代でもいるんですよ。ちょっと反対かなって、この左の女の子言ってるんですが、韓国の人が悪いとかじゃないんですけども、安全に良いイメージ持っているかと言われたら、ちょっと微妙なところがあると。いやー、彼女はしっかりとした高い意識をね、持っていますね。こういう日本人の女の子が増えるというのは非常に良いことだと思います。さあ、そして今度はね、巣鴨に移ったんですけども、70代のお年寄りに聞きました。できるわけないよと。日本のメリットってあんまりないんじゃない、飛行機で行ったってすぐなんだしさ、ということで、こちらのおばあちゃんも特に政治的なことはこれ全く頭にはないということでね、まあ、素直な感想を述べている状態です。ということで、怪奇的な声が目立つというテレビだったんですけども、じゃあ、お勧めているのは財団だけかということで、出てきたのが先ほど名前が出ました、国際ハイウェイ財団と。皆さんね、これネット調べてください。今でもちゃんとこのホームページはしっかりと存在しております。ところが、これを見ると、多くの国会議員が賛同と。ただいいですか、これね、3年前のテレビですので、まだ統一教会の問題が全く出ていません。そしてこのテレビでも、統一教会という言葉は一言も出てこないんですよ。で、多くの国会議員が賛同して、現役元議員が合わせて100人以上が賛同していると。でね、これね、財団によるとということなんですけども、この100人以上はおそらく相当持ってますね。統一教会もかなり盛ることが分かっていますけども、これ間違いなく持っているでしょう。で、見学に来る議員もこれはいるでしょうね。はい、そしてその中の親玉、中の親玉がこの河村さんということになりまして、元内閣官房長官と日韓議員連盟のね、これ親玉でもありますからね。そして、これね、右下見てください。国際ハイウェイ財団ホームページよりということで、これ、河村さんがみんなで推進しようというコメントをね、出して、これがホームページに載っておりました。今ないんですけども、載っておりました。で、日韓にトンネルという話をね、河村さん、ここでこう推進してるじゃないですかということを聞いてるわけなんですよね。で、まさに究極の日韓融合の一つの大きな事業になると、これ言ってるんですよ。河村さんが言ってるんですけども、当時は現役の衆議院議員と。はい、そしてトンネル構想に本当に河村さんは賛成なのかということで聞いたんですよね。そしたら、ホームページのコメントは頼まれた。まさに今話題になっている統一教会のコメントと同じですよ。祝電を頼まれたというやつでございます。まあ、これ本当か嘘かどうかわからないんですけども、これについてはね、河村さん本当かって気はしますね。で、日韓トンネルについては賛成でも反対でもないと。これが、この彼の意見ということになっておりますけど、皆さんどうお思いでしょうか。ぜひともね、この国際ハイウェイ財団のホームページを見てください。いろんなことがわかってきます。